ひろゆきさんはハリーポッターの作者のように福祉のもとに面白いコンテンツを生み出す人が出てくることを期待しているようですが、私は日本の独特の閉塞感こそがコンテンツを豊かにしている源泉のように感じています。この点についてご意見いただけると幸いです。よろしくお願いします。僕、童貞力っていう言葉をたまに使うんですけど、童貞の人の作る物語は面白い問題っていうのがあるんですよね。その要はモテたいとか、そのモテるために何をすればいいかみたいなのをすごく熱心に考えて、無駄な努力をしている人の作る作品っていうのが見当外れで面白いんですよね。要は本当にモテたいと思って頭のいい人がやってしまうと、多分普通に金稼いだらモテるよねとか、整形したらモテるよねとか、いい服着たらモテるよねっていう正解に行き着いてしまうんですよ。ところがモテた経験のない人は、なんか俺はモテないんだっていうのを、そのエネルギーを何か物の制作にぶつけたりするんですよね。っていうので、めちゃめちゃ面白い作品を作ることがあるっていうのがあって、なのでやっぱり恵まれてない人の方が面白いことが多いんですよね。で、分かりやすい例でいくと、顔の綺麗な人で面白い女性がいるか問題っていうのがあるんですよ。イケメンで面白いはたまにいるんですよね。絵本作家のプペルさんとか、なのでイケメンなんですけど、それなりに面白いと。で、ただ美人でめちゃくちゃ面白いって僕見たことないんですよね。で、多分美人だと面白いという能力を、はい、すいません、育てる必要がないっていうので、結果として話術を磨く必要がないので、美人の人は話術を磨かないまま幸せに暮らしてしまうっていうのがあるんですよね。はい、やっちゃいました、すいません。結構長い間置いといたから大丈夫だと思ったんだけどな。タイトルと違いますけど、今日はチルアウトっていうウィートビールで 5% のやつを飲んでます。はい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 、すいません。コメントで橋本環奈ちゃんってあるんですけど、橋本環奈さん面白いこと言ったことあるんですか？僕が知らないだけですごく面白いこと言ってるんだったら教えてください。で、たまに美人がバラエティ番組に出てたまたま面白いことを言うあるんですよ。でも定期的にバラエティ番組に出て定期的に面白いことが言える人って僕あんま見たことないですよね。やっぱ上沼恵美子さんとかそんなに美人じゃないじゃないですか、すいません。はい、っていうのがあるので、なんか面白さを定期的に維持している人っていうのはやっぱなかなか難しいんじゃないかなっていう気がしますけども。滝沢カレンさんって面白いの。へえ。とはいえ僕テレビそんなに見てないのでよくわからんっていうのもあるんですけど、研ナオコさん、研ナオコさんが美人かどうかっていうのは評価の分かれてますね。アンミカさん別にスタイルはいいけど美人かっていうとまだ微妙なラインだと思うんですけど、はい、すいません、失礼なこと言ってすいません。はい、